なんか登ってからね、3時間ぐらいか、10時ぐらい今。ああ、疲れたね。多分半分ぐらいって言っても3時間歩いてるから、まだまだ休みながら。今日は雲取山です。多分半分ぐらい。景色いいね。いいね、日差しが最初、木漏れ日がいい感じだよね。はい。雲取山の登山道の半分ぐらいのとこかな。これ後ろがこのリュック。これしょーって。ああ、膨らびれたね。うわー、こんな感じです。ああ、気持ちいいでもな。ちょっと休んで、荷物下ろして。ああ、疲れたよ。3時間ぐらいの時も。ゆっくりだ、みんな抜かされるけどしょうがない。自分のペースで歩いてる僕は。まあ普通の人は5、6時間だからさ、でも7、8時間かければいけると思うんだ。8時間歩いて、そうすれば、それでも夜6時、7時ぐらいには着くと思う。もっと早いかな。うん。ね。ああ、疲れたよ、ほんと。ああ、くたくた。あれって早くだよ、ね、やっぱ6時ぐらいで。でも帰りが、あれ、ウッドストーブです。燃料、オガライトとか、あれも、あれが重たいんだ。木くずを持ってきてからさ、あれも使っちゃえばさ。で帰り楽でしょ、あれ、その分がさ、うん、あとでしょ、ね、一応玉ねぎとか多少の食材、まあ食材って言ってあるけどね、まあ多少それでも軽くなる、まあ行き場で買うの、明日なればさ、まあ今晩とかあったけど、ウッドストーブの燃料持ってきてからさ、あれ使っちゃえばね、その分だけでも多分4キロぐらいは軽くなると思うんで、ではまた、あー疲れた。